どうもこちらロクテレオレです。今日はポケモン関連のものです。こちらのポケモンチョコエッグとこちらのモンスターボールなんですけど、ポケモンゲットコレクションズっていうやつを買ってきたんですけど、まあ一応こっちがメインです。まず一応チョコエッグからいきましょう。僕はこのニンフィアを狙っています。はい、もうこれでポケモンチョコエッグ結構開けますけど、ニンフィアが出ないんです。いいくん、もうね、なんで、あ、ちょっと溶けてる。うわ、溶けちゃった。なんとか来ました。さて、ニンフィアが出れば、この動画めっちゃいい動画になる。僕ね、実は、もう一個買ってあるんですよ。それと同じやつ。はい。ライチュー出ました。これね、動画とかに結構使えると思う。ポケモン GO ネタにね、これ結構早く開けてみたい。で、中にね、キャンディーとフィギュアが入ってるらしいんですけど、僕、サーナイトとか、ボルケニオン推しかな？どっちかっていうと、メガジュペットとかいいけど。それじゃあ早速開けていきましょう。これ開けるの難しそうじゃな。これどうやって開けるんだろう。開きました。よし。それじゃあ早速見ていきましょう。どうだ。おっ、ボルケニオン来たぞ。おお、やった。で、アメちゃん、アメちゃんは食べなくていいや。おお、いいね。まあゲンガーとピカチュウもポケモン GO に出てくるから捕まえる風のやつにできたけど、やった。俺映画見てボールケーニをめっちゃ好きになったんですよ。これ今回のレアじゃない？ほら、一番なんかとても今回のさメインみたいな感じじゃん。はい、ボールケーニを出ました。ここがね、パカッて開いて、それ手みたいに動くんですけど、それでね、水をこっから吸収してなんか爆発とかね、爆発するんですよ。すごいかっこいいね、ボルケニオン。はい。で、こんな感じでした。紐は、ここに、こうやって、ダマになってて、これをこのまま、こうやって、くっつける感じですね。これね、いいね。ボルケニオン、ゲットだぜ。はい、というわけで、今回はですね、こちらの、ポケットモンスターのチョコエッグと、ポケモンゲットコレクションズの爆熱のボルケニオン編キャンディ XY&Z を紹介しました。今タイトル読んでみたんですけど、やっぱ爆熱のボルケニオン編って書いてあるから、やっぱボルケニオンメインだ。やったね。結構造形もいい感じです。結構これおすすめですね。で、まあライチュこれかぶっちゃったから仕方ないけど結構ですね。まあ一応もう一個ねあるんですけれども、待って、ラインナップに書いてあったっけ。あれ、これシークレットじゃね。はい、お前かよ、さよなら。あ、誰、今日の動画面白かったかな。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6世代の部は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。